こんにちは、風紀丸、岩下天狗です。今日は愛知県一宮市萩原町にやってきております。まあ、地元は僕萩原町ではないんですけど、なんでこの帰省するたびに萩原にやってくるかっていうね、昔ケーブルテレビ ICC さんでよくね萩原町の取材行ってたような記憶があるんです。特に大きなお祭りのちんどん祭りっていうのがとってもにぎわって有名で、その記憶が強烈にあって、で街並みの商店街とかも好きで、なのでまあ好きあらば顔出したい街萩原町、すごい静かでね、今心地がいいです。わあ、のこぎり屋根だ。まだあるんすね、健在。これ繊維の町一宮ですから、あののこぎり状の屋根でね、なんか日差しをうまく工場内に取り入れる工夫っていうふうには聞いてますけど、趣がありますね。萩原駅到着しました。いや、むちゃくちゃ静か。ここでナレーション撮りできるぐらい静か。まあ、せっかく来たので萩原の街を少しブラッとしていこうかなと。あら、庭園喫茶、え、フレンド、庭園。フレンドさん、この辺りにあったのかな。なんかこの辺りもお店があったような雰囲気が残ってますね。これもうどんきしめんっていう文字がうっすら見えます。今回はいつもとは逆方向から萩原商店街練り歩いてます。あら、お団子屋さんの橋本屋さん、お客さん入ってましたね。なんか店頭のポップとかも真新しかったですし、店員さんも若い方がいらっしゃったので、あれ、これ来てるんじゃないですか。ちょっとメラメラと燃え上がってきてるんじゃないですか。いいですね。この空気感はすごい癒されますね。うん、懐かしい感じと。あら、これエビフライだ。これは完全に愛知だからかな。
かわいい。いや、これエビフライって言われたらわかるけど、だとしたらこっちは何？よくわかりません。飛び出し坊や見てないっすね、そういえば。あった、初だな。いや、これ劣化がすごい、すごい。まあでも飛び出すとこうなりますよっていう強いメッセージでしょうね。いや、強烈やな。これを撤去せず残しとくってのがまたなんかいいよね。ということで、今回は飛び出し坊やに関しては少ししか発見はできなかったんですけれども、とても癒される萩原商店街でした。また近くにやってきた時は顔を出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今後の発展に期待しております。ありがとうございました。